レレテレレテレレレレレレテレレレレジスタンスの諸君、ご機嫌いかがかな。さあ、今日も暗黒面に落ちるぞ。ピョーンって俺の名は美少女プラモデルにより暗黒面に落ちた男、ミア・ベイダーだ。今宵のピチピチギャルはこの娘だ。女神デバイス、ソルラプター。価格は定価6380円のところ、アマゾンでなんと4291円で購入。なんということだ。 33% も安売りされているではないか。いや、ほんとマジでこんなよくできたキットをこんな安く買えるなんて、俺はなんて幸せ者なんだ。さてと、モノマネタイムは一旦置いといて、どうも宮ガブです。あ、嘘です、嘘です。俺の正体は宮部ホビーの宮部です。今回もやっていきますね。よろしくお願いします。箱はでかいっすね。前作ったシタラよりもうちょっとだけ小さいけど、そんな変わらないっすね。説明書はこんな感じ。女神デバイスの説明がちょっとだけ説明入ってるんですよね。ちょっと読んでみますね。女神デバイス、西暦2046年。2046年、今今年が20年だから、26年後、俺が今32歳やで、58歳、58歳、マジで58歳かよ、ジジイじゃん。もっと早くしてくれよ、急げ急げ。何を急ぐっていうね。機械少女に模型の武装を施し、これまとわしって読むかな、まとわし、施し、ちょっとわからんな。ちょっと待てよ、ちょっとググろう。まとわ、違うな、ほどこ、あ、施しでいい、施しで合ってる、施し、戦わせるバトルプラホビーが始まる。26年後に遅えよ。使用機体はプレイヤー自ら組み立て完成させなければならない。メカニカルガールズ、アーマメントオブミニタリーミニチュア、アーミネントオブミニチュアでいいのかな、これわからん。ちょっと待って読めないよ。ミニア TULE ミニチュアで、あ、ミニチュアで合ってる、はいはいね。メカニカルガールズアーマメント部ミニチュア、頭文字を取って機体は女神と呼ばれる。全高約14センチ、 AI で稼働する。だってそうか、俺がジジイになる頃はね、こんな遊びもあるんだろうね、きっとね。メダロットみたいなもん、俺とソルドクターちゃんのコンビは無敵だぜって、この世界大会絶対優勝してやるぜみたいな。こっちは命令だけしてメダロッチで女の子に戦わせるって。なんやろな、ロボロボ団とかガンプラマフィアみたいに女神デバイスを悪いことに使ってお金儲けするやつとか出てきて、俺がぶっ倒してやるぜみたいな。できた。なんやろうな、もうほんとね、もうヒーローものとかそういうのってガイナックスの岡田敏夫さんも言ってたけど、難しいよね。思考レベルを数段下げた状態でちょっと見守ってあげるくらいでやしてやっと向き合えるってのが、まあ本当のとこだよね。まあ、大人になってからもね、この手のキャラクターたちとね、自分が一緒に
成長し続けるっていうのもまあなかなかいろいろあるよね。まあそれは置いといていいとしてランナー見ていきましょうか、ね、ブラウンが1枚、ブルーが8枚、ホワイトが8枚、グレーが7枚、フレッシュが3枚、ゴールドが2枚、グリーンが1枚、クリアが2枚、ABS が1枚、合計33枚。多いっすね、相変わらず多いっすね。設楽よりは少ないですね。やはりこの頃くらいからことぶきあってパーツ多くして値上げね、価格上げまくろうっていう姿勢に変わってきたのが見て取れますね。塗装済みのパーツは6個ありますね。お顔のデザインはフレームアームズガールに比べるとまあ変わった表情が多くて遊びやすいのは売りになってますよね。デカールは多めに入ってますね。マジかっこいいです。ガンダムデカール並みの密度、これはぜひとも全部貼ってですね、ちゃんと生きるように塗装する時のカラーリングを考えていきたいと思ってます。アルスギアでもラプターが使えるよってプレゼントコードついてきましたね。これ有効期限とっくに過ぎてるんですけどね、気づかずにちょっと使ってみたら普通に使いました。よかった。でもキャラのコストが足りなくて前のストラと一緒で結局全部着せられないっていうね。あとミミズクくんのアクセサリーはレベルが上がれてもらえないらしいですね。これまあ地道に遊んで集めていきますか。そんじゃあ作っていきますね。作業開始っつってとりあえず素体を組んで装甲をバラして並べてみました。この素体マシーニカってやつらしいですけど、造形より可動とかミキシングを優先させられて設計されているから、まあ、この状態だとほんとお人形さんって感じの見た目に仕上がってるんですよね。いかにも女性の体って感じのデザインではないので好き嫌いは分かれるみたいです。少女漫画とかではよくありそうな体型なんで女の子のモデラーにも割と人気なようです。ちなみにこの女性の視聴者はアナリティクス分析によると全体の 0.2% みたいです。まあ、1000人見たら2人しか見てない計算っすよね。まあそらそうだわ。でも最近設楽の動画上げてからはなんと 2.1% まで減りました。すごいすごい10倍。100人見たら2人は見てるぞっていう計算ですね。さすが女神デバイス。やっぱり女神デバイスは女子モデラーに受けがいいんだ、受けがいいみたいですね。やったぜ。ちなみに外国人の視聴者はなんと全体の 10% もの人が見てくれている計算みたいですね。本当かな。これ正直嬉しいですよね。たまに外国人の方からもコメントいただくんで Google 翻訳でなんとか読んでます。嬉しいですね。どうも仮面ライダーのカラーリングにするのが受けてるみたいで、まだ塗ったら再生稼げそうな予感がします。どうもありがとうございます。さてで、これ動画の方は今何やってるかっていうと関節パーツをガンメタに塗ってますね。ガンメタメタリックブラックかな。インクはタミヤラッカーのメタルブラックです。ラッカー塗料にしてはガイアノーズより価格が安いのに乾いた時の塗膜が綺麗で隠蔽力も強めで塗りやすいから分かりやすい色を塗るときはお気に入りなんですよね。こんな感じね。こんな感じ。ちょっとこれくらい、これくらい、こうやな。タミヤラッカー大好きって感じかな。ガイアも好きだけどね。パレフォもシャデルも本当は好きだけど、まあ今はタミヤラッカーが今なんか使いやすいかなって思ってます。そのままパチ組みしても面白くないんで、まあ、塗装するときもですね、ここは買えないだろうっていうところ、さっきの関節メカの箇所といつもの肌色の部分の化粧と瞳に光沢を出すための UV ジェルクリアですね。
ここはもう今回全部一緒にやってきました。本当に肌色のパーツの化粧に慣れてくると、まあ、触ったらこれもう柔らかいんじゃないかなって勘違いするくらい綺麗になるんですよね。まあ、実際触ったら硬いんですけど、もう柔らかくなったら嬉しいんだけどね。本当に光沢に、瞳に光沢を出す UV ジェルクリアなんですけどね、この前のプラカブサの動画で UV ジェルクリアじゃなくてクリアの塗料を筆で直接塗ってるの見ててやってたんですよ。あ、そうやみたいな。わざわざ紫外線なんか当てんでも勝手に乾くんだからそれでいいじゃんみたいな、なぜ気づかんかったで、ね、ちょっとねあれ見て感動してしまった瞬間したね。 UV ジェルクリアもいいけど、まあそれで目をクリアで光沢出すのも、最近は お目目をくり抜いてドールアイを埋め込むっていうテクニックをちょっと流行り出してるみたいなんですよね。 Twitter とかでも結構やってますよね。あれやってみたいんですけど、デフォルトで印刷されてやるあの目も気に入ってるんですよ。なかなかちょっとなんかもったいなくてできんですよね。でもちょっと思い出しちゃったんですよ。ラビットレイターの余剰パーツでついてきた印刷なしのカーパーツがすれば1個あったんで、それ使って単体で動画出しても今度いいかなとちょっと今考え中です。はい、できました。かわいいっすね。この何ですか、ブレードのデザインってどう見ても仮面ライダーガイムの大大丸なんですよね。これ美味しそうな入れてる色してるところがねえ激似じゃんみたいな、大大丸ね。これから俺のステージだぜ、花道オンステージみたいな。これだけ大大丸の色に塗装してもちょっといいかなって思います。で今回ですね、有名な YouTuber の方のモノマネをですね、何かちょっとしてみたんですけどね、誰のモノマネだったか、みんなわかりましたかね。わかった人は、ちょっとコメント欄に、じゃあこの人とこの人とこの人とこの人、この人とこの人って、オーリーオンザーみたいな。で、よかったら、書き込んでください。正解した人には、ね、ミーアベイダーですね。よいしょ。ミーアベイダーから、フォースの面を送ってきます。はそしたらですね、次回はこの子ですね、ソルラプターちゃん、塗装していきます。仮面ライダーカラーでいきます。こいつっす、かっこいい。こいつだよー、こいつだよー、わかるかな、カードもあるカード、かっこいい。こうかな、シャイーンっつって、チャンネル登録まだの人は登録して次の動画アップされるの待っててくださいね。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエーイ。